はい、どうもパトモス協会でございます。レベル4になったら新しいクエストが出ましたので、そちらの方をちょっとやっていきたいと思います。まああのサブクエストの方ですね、やっていきたいと思います。ちょっとね、あのストライダーにバレまして逃げました。あ、霧出てきたね。 OK、 そこストライダーいるんでね、ちょっと呼び寄せて倒しちゃいますか。なんかね、そこでね倒れてる人がいるんですよ、かな。結構耳いいからね。あとセーブポイントはそこあるんで、あの紐取っておきたいな。来たかな、来たな、よし来た、来たかな、来たっぽいね。ちょっと処理しとかないと数が多いです、あそこに向かうにも。さあ、まずとりあえずストライダーやっちゃいましょうか。さあもうね、この口笛で呼んでサイレントストライク、これが一番ね確実、ほんと確実。変に戦うよりね絶対危ないもんだって、結構危ないです。攻撃力も半端ないんで、おい、あんた、あそこにいますね、トック、人間トックがいますね。ちょっと助けてくれないか、助けましょうか。お人よしやからな俺もな、助けてあげよう。なら頼む、助けてくれ。はい、どうしたトック、どうしたんだお前、異端児と話したいのか。どんな結果になるか、とにかく助けがいる。それでどうしたんだ、足に怪我を。私じゃなく娘のアランナが危ないんだ。スクラッパーを追って母のゆりかごに、命に危険が。私は立ち上がれず追うこともできない、探してくれないか。なぜ私に。私と話したら長老たちに追放されるかもしれないぞ。構わない、娘を探したくてもこの足じゃ無理だ。まあ見つけてくれ、あの子が無事ならどんな罰でも受ける。娘が、なぜ娘は一人でスクラッパー狩りに。私のせいだ、私が追いかけてたが、足に怪我をして、なんとか逃げたが、機械に槍が刺さったままだ。去年亡くなった妻のエディーナが、あの槍を作ったんだよ。アラーナには大事なもので、取り返そうと後を追っていった。なるほど。アラーナは母のゆりかごへ行ったんだな。ああ、南東にある。娘には禁じていたが、母を亡くしてから手に負えなくて。くそ、情けない。妻を亡くし怪我まで、娘すら探せない父親だ。どうか私に手を貸してくれ。まあまあいいけど、いいよ。娘さんを探してみるよ。いいよ。無事を確認してくれ、お願いだ。わかった。お前大丈夫な、そこ人によって。お前一人で行って大丈夫な。クエストメニューを開きましょう。母をたどった道ってね、気づいた狩人から大事な家宝を取り戻すため危険な機会を追っていった娘を探してほしいと頼まれたということですね。これ行きましょうか。はい、さあ目的地はどうしたら分かるのかな、まあ、母のゆりかご、こちらですね。こちらの方に向かっていきますか。向かっていくと分かるのかな、どうなんだろう。何の情報もないけど、まあとりあえず行きますか。母のイルカゴの方に向かいますね。やばい、やばい、バレバレ。なんだ、危ない、フラッシュされた、危ない、フラッシュは怖い。やばいな、戦ってもいいんやけど戦いたくない、今は戦いたくない。来たな、まあ、できないね。どうだ、大丈夫っぽいかな。逃げたね、あ、豚がいる。とりあえず気づかれないっていうことが大事なんで、とりあえずこれどうしたらいいんやろ。セーブなっちゃったセーブしておきます。はい、火ついたね、オッケー。火をつけておくことが非常に大事だそうですんでね、足跡マークがついてる。
でですね、そんなことよりもだ、クエスト、ここにあるんですけど、サイドクエスト、これを優先順位上げればよ、これ押しときましょう。はい、これを優先順位上げます。はい、そうすると、そのアラーナを探す、こちらの方になりますね。こちらにいますか。バレないように行きましょう。よし、逃げ切った。行ったぞ。待ちましょうか。もう本当安全策で行った方がいいと思う。あ、2匹来た。ちょっと1匹ずつにしたいな。気づかれるぞ、これちょっとやばい。このパターン気づかれそう。やべ、気づかれた。やべ。危ないよ。あ、ダメだ。狙いたいとこだが、オッケー、狙えた。よし、なんとかなったね。よし、こうウォッチャーの素材を取って、あのね、サイレントキルでもサイレントじゃないんでね、どうしてももらっちゃうんですよね。さあ、とりあえず目的地に行きます。こっちか。いるいるいる、ストライダーがいる。危ない。呼ぶか、呼んじゃおうか。いや、やばい、この数呼ぶとちょっと怖いな。来たら来たでいいけど。こっちまで来させよう。ちょっと離れさせよう。またか。ほんとね、しっかりと始末していかないと危ない。気づかれるのが嫌。何が嫌って、気づかれるのが一番嫌。目的地があっちか。じゃあ、ちっか。もう行っちゃおう。無視だ。めちゃめちゃウォッチャーいるし。困ってるみたいだ。アラーナがそこにいるんや。ちょっと待とう。ウォッチャー多すぎ。自ら回っていくか。どこにいるの？ここだ？あそこか。アラーナあそこいますね。アラーナあれですね。よし、行きましょう。あいつを助けるか。誰か！お前さ、何やってんだよ。とりあえずこっちの赤い茂みから入っていこう。助けられないの？いいよ。ちょっと待っとけって。助けてやるよ。お、誰か！お願い！囲まれちゃった！いいよ。多いな、数が多いな、ちょっと。ちょっと数が多い。助けて。一匹やるとバレるかな。お願い。ここから動けない。一匹だけだな。一匹だけ来い。ここから動けない。やばい、ちょっとやばいな、この状況。やばい、二匹バレるわ。バレへん、よし、バレへん、よし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 。どうよ、助けて、お願い。やばいやばいやばい、ちょっと助けて、助けて、やめとこう。よし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 、私を探してるんだ。危ない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 。よし、これで始末した。全滅か、全滅か、4匹だけ。オッケー、よし、オッケーだ。やったぜ。さあ、とりあえず素材集めよう。ケイ、ねえ、少し話できる？ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。アイテム大事ですから、アイテム取らせてください。アイテムもしっかりね。よし、これで。ただお礼を言いたくて。どこ降りてきてるやん、早いな。俺と喋っていいの？喋ろうか、ほなら。ありがとう。ウォッチャーにバラバラにされるかと思ったわ。中国人とか、お父さんに頼まれたの。日本人にも一緒やな。分かってる。でもスクラッパーからお母さんの槍を取り返すまで戻れない。俺が取りに行かなあかんの？とても大事な槍なんだな。お母さんが死んでしまう前に作ったの。
お父さんたらそれをなくすなんて。そのセミタンだよ。わざとじゃないさ。スクラッパーは危険だ。そうだけど、でも二度と戻らないなんて考えたくもないの。お前だってさ、無理やった。お父さんがお前を心配している。お父さんは茂みにちょっと足を踏み入れただけで心配するんだから。アラーナ、お前を失いたくないんだろ。分かってる。でもお父さんは私を叱ってばかりなの。どうして木の上にいたんだ。母のゆりかごまでスクラッパーを追って様子を見ていたら、ウォッチャーに見つかって仲間を呼ばれたの。女神様、私ごときの腕じゃあの槍を奪い返するはずない。俺のこと女神様って言ってんの。間違いお前すごいの。槍を探してみる。本当に ありがとう。お父さんを探せ。母の源の南で足を怪我してしまったんだ。大変。分かった、お父さんのところに行く。ありがとう。人任せやのお前。しゃあないな。なら、アラーナの痕跡をたどる、周囲を報告しましょう。そうするとありますね、足跡がね。ハイライトしていきますか。ジャンプしちゃった。またこちらをたどっていきましょう。人の形してる。いきましょう。これね、辿っていきます。このピンクの紫のところ、ピンクか紫のところね、はい、すごいね。結構ね、優しさ設定になってるからさ、迷うところがないよね、言うほどね。このゲーム、ここまでか。ここまで。スクラッパーがいた場所が。スクラッパーこれですね。スクラッパーを追えば槍が見つかるかもしれないな。じゃあハイライトしていきましょう。スクラッパー行きましょう。ここで何やったっけ、先の女の子は逃げちゃったかな。探すんだったか。どうしたいの、ここまでは追いついてたよな、やつは。あんま走っている敵がいるかもしれんけど。あ、ちなみにこういうのも兼ねます。アニマルね、アニマル、あのお肉になります。多分ね、これであの食材を渡してやれってやつになるのかなと思います。サブクエストのね、はい。じゃあアイテム取っておこうか。回復もしときたいな。あ、見せた。回復。足跡はここまで。川を渡ったみたいだ。渡ったみたい。反対側も見よう。見ようか。よし、終わった。見てみよう。あそこですね。ハイライトしましょう。なんかいい。結局ジャンプしちゃう。キャンセルボタンがジャンプボタンなんですよね、実は。ですんで、ついついキャンセルを押したつもりがジャンプしちゃうっていうね、そういうことが起こります。あれ、ロックしなかった。これですね、ハイライト。この嵐じゃ物音も聞こえない。やったやん。こっちの音も聞こえへんってことでしょ、それは。回復、あ、袋はあの絵ですね。オレンジの下のゲージが左上のね、袋の容量だね。回復の、あれ消えたぞ。あれ、あ、焚き火あるわ。焚き火をやっていきましょう。はい、クイックセーブ。クイックセーブしていきます。さあ、そろそろ出てきそうな。あそこ見えてますね、そういや。もうあそこに。これスクラッパーですね。これ一応ハイライトしておきますか。あそこにいますよ。あそこにあいつですね。足跡も解析しましょう。でそこ隠れれるんで、隠れますか。呼べるかな。読んでキルできたら一番いいんやけど。あそこ、槍を取り戻そう。よし、来た。オッケー。アラーナね。これでキルしちゃえばいいんじゃない。もうスクラッパーなんて俺4匹ぐらい倒してるから、すでに。やるから。あんなもんぐらいね。なんてこと。あ、確かに槍が刺さってる。背中にね。待ちましょう。危なく戦う必要性はない。来たぞ。刺さってる。あの槍をね、取り
返してあげましょう。アラーナの槍を回収する。さあ来たな。まあそこまで来りゃなんてことはない。こうすればいい。余裕出す。うまなったな。よくアラーナ槍取ったね。アラーナも喜ぶだろうな。よし、じゃあ戻りますか。これでね、ちょっと見ていきますか。この先なんかあんのかな。よし、はい。あ、なんか敵がいっぱいいるぞ。ウォッチャー、スクラッパー、めっちゃいるやん。ここでは無理か。ちょっと見に行くか。登れへんかな。登れんのかな。食べた。危ない危ない危ない。しげみがない。怖い。ガリガリ言ってるのはあれでしょ、スクラッパーでしょ。めっちゃいる、めっちゃいるわ。やめとこ、危ないし、やめとこわ。危ないし、やめて。いてててて、怪我した。飛び降りたら怪我するわ。高いとこ落ちるとダメのようですね。よし、とりあえずいろいろとアイテムを。あれ、ちょっと待って、はい。おお、ちょっとちょいちょい、こっちか。 OK、まあ、炎のね、こちら、間違った。炎のこの矢パック作っちゃってるんで、もうここのミッションはいけるんですけど、ロストとね合流できるんですけども、まあとりあえず今のところは、うん、まだゆっくりやっていきます。よし、アラーナと行きましょうか。結構距離あるな。510マル。じゃあ今日はこのクエストで終わりかな。このゲームは多分ね、慌ててねどんどん進めていくようなゲームではないと思います。ゆっくりとね、じっくり楽しんでいくのもいいんじゃないかなと。必要になることがあるかもな。ですね、必要になることあるかも。370。もう本当ね、このフィールドをこうやって走ってるだけでも結構気持ちいいのよ。映像がね非常にき、あ、いるわ、危ない。映像非常に綺麗やしさ。よし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 、やったったわ。呼べるかな。こんなんしてっからすげえ時間かかんねんけどね。もう行っちゃうか。とりあえずまあ動画やしな、先進んじゃいましょう。進めちゃいます。もうアニマのももうなしでいいや。とりあえずアラーナのとこ行きましょうか。私を探してる。探してるね。口笛吹いたからな、うん、いやーいいですねこのゲーム、ほんと楽しい。もう何なの、久々この走ってるだけで楽しいゲームって。後で使うかも。めっちゃいるやん、そこも敵が。よし、さあ、あと100m 見つかるかな。大丈夫か。よし、もうちょっとやな。意外に見つからない、うん、さあそこかな。そこだ。本当道順やからさ、大体の位置そっちじゃないから。大いなる母よ、アーロイが戻った。戻ったよ。槍もある。槍もあるよ。どこ行った？そこか。よし、帰ってきた。持ってきたで。
あんたはアラーナを助けてくれて、今度は槍まで取り返した、うん、せやで。あんたに助けを求めた時は聞いてくれるなんて思っていなかった。感謝してる。私もよ。槍を取り戻してくれたなんて嘘みたい。槍作りがうまかったんだな。とてもよくできている。私には妻ほどの腕はないが、いくつかコツを教えてもらった。見てほしい。よければあんたの槍を見ようか。見てください。ありがとう。その特別な人だったんだな。亡くなって残念だ。でもあなたのおかげでお母さんの形見の槍が戻ってきたわ。助ける必要なかったのに助けてくれた。お母さんなら褒めてるわ。ありがとう、何もかも。やった、母の辿った道、サイドクエストを完了しましたね。やった、槍ダメージ強化なりましたね。要はこれですよね。この強化しました。よし、よーすげえ。トントン、なんか技が違うんかな。うん、アナログスティックでちょっと変わりますね。よし、というわけで今回はこの辺で終わりたいと思います。ポテモス協会でした。楽しんで、皆さんはもし興味あったら絶対やることをお勧めします。というわけでお疲れ様でした。